しての入場になりました。41番目の入場のリトアニアです。荒川さん、非常に美しいグリーンのユニフォームでの入場になりましたね。はい、映えますね。僕は地図の中から緑が出てきたときにちょっと目を引きました、そして以前はね、リトアニアもすごくフィギュアスケートではイメージがあったんですけど、このところがなかなか強い選手が出てこないんですが、今大会もちょっと期待したいなとは思うんですけどね。櫻井さん、はい、いろんな国と地域